あなたは英単語の暗記が得意ですかそれとも苦手ですかもし苦手という場合は、その原因はあなたの記憶力そのものにあるのではなく、お手持ちの英単語帳の文字の色が原因かもしれません。よかったら今回の動画を見ながら、あなたのお手持ちの英単語帳の色をチェックしてみてください。こんにちは。やり直し英語達成道場、市販台の深夜です。今日のテーマはこちらです。英単語の暗記の効果が文字の色で変わる。 驚きの研究結果というテーマでお話をします今回の研究の引用元はこちらになります大阪教育大学附属天王寺中学校の自由研究の論文から引用させていただいてますで実際これはねオンライン上で見ることができますのでよかったらぜひこの動画見終わったら 本文の方を、ね、見ていただくとより理解が深まるかなと思いますえ今回は本当に一部を抜き出して全体の要約という形でお届けしたいと思いますまちなみにこれはですね情報提供いただいたのは僕の元々も通学コースをやっていた時の生徒さんである S さんからいただきました S さんありがとうございますでは始めていきましょう 英単語の記憶における英単語リストの配色っていうのが今回のこの論文のテーマになっています、まあ、つまり英単語帳の文字の色が記憶に影響を与えるのかっていうところをね研究した内容になってるんですねでまずよくある英単語帳の文字の配色ってどういうのが思い浮かびますかでこれはね実際に論文の中で研究結果が書かれていたんですがいろいろまあ書店にある英単語帳をチェックしたところですね、まあ、こういう配色が一番多かったそうです、まあ、実際見覚えありますよね 見出し語が黒文字、そして日本語訳が赤文字で表示されているっていう感じです。であと、物によっては例文が載っていて、その例文のところが赤文字になっているっていうパターンですね。で、これなぜ赤になってるかっていうと、まあ、理由としてはこれが多分大きいと思います。こういうセルシートを使って、で、この部分を隠してですね。で、思い出せるかどうかをチェックして、で、forget、忘れる、どうかな、ペッて見ていくっていうね。まあそういう使い方が学生の間では一般的だと思います。あとはこのね、例文のところ。 この例文のところもこう隠してね。で、I なんちゃら her name。なんだっけこれ ?I forgot だみたいなね。そういう感じで使っていくっていうね。そういう使い方が単語帳として定着してますので、まあそういう意味で赤が多いんじゃないかなと思います。 で今回ですね実験した色というのがあります。それがですねまず色の三原色と呼ばれるものですね。印刷するときなんかに使われる、えー、シアンマゼンタイエローというねこの三色で。あとは光の三原色と呼ばれるものです。まあ、こういうモニターだったりテレビとかで使われているもの。でそれが赤緑青です。でこの赤緑青を組み合わせることによって他の色も再現しているんですねこういうモニターとかは。 で、あとは、まあ、この印刷もそうですね。シアン、マゼンタ、イエローを組み合わせることによって他の複雑な色も再現することができます。で、あともう一個は、こちら黒ですね。定番の黒と、えー、合わせて、えー、全部で7色を、えー、実験したということです。で、基本的に背景は白で統一という形で、まあ、基本的にはね、よくある英単語帳っていうのはもう白ベースになってますので、まあ、白の上にこう印刷の色が乗っかってきた時にどう見えるかということですね。まあ、こうやって見ていくと、まあ、3色、えー、これは 印刷の三原色ですね。シアン、マゼンタ、イエローを見ると結構ね、ぼやっと見えたりだとか。で、あと光の三原色ですね。赤、緑、青っていう見ていくと結構ね、文字によって見え方違いますよね。で、あと黒の場合だとね、こうはっきりコントラストが出るとかっていう感じで、やっぱ見やすさが文字によって違うということ。そして、見やすいと覚えやすいのかなーっていうところです。で、あとは好きな色ってありますよね、個人によって。で、その好きな色は覚えやすいのかとか。 ああとと色が与える心理的影響というのもあります、まあ、例えばよく言われるのが赤い色というのは人を興奮させる力があるとで青色というのは逆に落ち着かせる力があるっていうふうに言われてますよね一応僕もカラーコーディネーター1級の資格まで取った経験があるので、まあ、その過程でですね各色が持つ心理的な影響みたいのを勉強したんですが、まあ、そういうのがこの記憶力にどれだけ影響するのか英単語のっていうところですね、まあ、ここすごくね僕も今まで知らなかったので、まあ、興味津々で論文を読ませていただきました で、基本的に使った英単語というのはみんなが知らない英単語ですね。えー、もともと持っている知識が使われてしまっては意味がないので、えー、できるだけみんなが知らない。で基本的にはこれです。医学用英単語12個ということで骨粗しょう症とか血小板とか肺胞みたいな、まあ、こんなの本当に英検1級レベルにならないと出てこないような単語なので、まあ、当然被験者である中学生はわからないということなので、まあ、基本的には同じ条件であるということです。 であと色によって内容を変えるんじゃなくて全て同じ英単語で表されているとただ色だけが違うということですでその上で好みの色と記憶力を調査していいったっていう実験になりますでこの実験結果がどうなったかというところなんですがまず1個は好みは人それぞれぞであったということですね、まあ、これは当たり前ですが青が好きな人もいれば赤が好きな人もいるという形です で、でもうう個はは好みの色が覚えやすす。いいいととと限らないということです例えば赤が好きだから赤だけで書かれた絵単語帳を読んだら記憶力が上がるのかって言ったらそうではなかったというね内容らしいですで。あとは全3回テストを行ったんですが1色が他を上回ったという結果が出たそうなんですね。まあ、つまりえ全てのテストにおいてこの色は好みに関係なく記憶力を良くする記憶力を保つのに役立つという結果が出たそうです。 はい、それがこの7色のうちのどれだったかということですねどれだと思いますかえパッと目を引く赤でしょうかそれとも気持ちを落ち着かせる青でしょうか、はい、答えはですね黒だそうです、はい、えこの黒が他の色全てを上回ったというねそういう実験が結果が出たそうですえこれ記憶力においてということですねなので、まあくまでその好みとか置いといてあくまでその文字が書かれた時にそれを読んだ時の記憶力を 最もいい影響を与えるものというのは黒色だったということが分かったんですね。でもちろんこれは、ね、白ベースなので、まあ、言われてみれば確かに白にベースにした場合は黒の文字が一番コントラストがはっきりしてて見えやすいというのはあると思います。結構僕これ意外だったんですよ。今まで見てきた英単語帳って確かに赤がよく使われているので赤い文字って注意を引くから記憶力が上がるのかなそれで赤を使っているのかなってちょっと思っていたんですがそうではなかったと。 ということです、まあ、先ほどおっしゃったとおりこのねセルシートこの色に合わせてるんじゃないかなというのがね今回分かりました。で今回のこの研究結果から言えることは色がごちゃごちゃ使われている英単語帳というのは良くないかもっていうことです。えー、つまり、えー、暗記効率だだけで考えるんっていうふうな結論になったということです。 まあただ僕は思うんですがあの黒一色の英単語帳が売れるかかかどうかは別問題じゃないかないいと思います例えば本屋さんでこうね本を見てこう立ち読みした時にですねパラパラっとめくってもうここが黒一色でビシーってなってたら「うん何だこれ白黒か?」みたいな「今の時代白黒なの?」みたいな感じでちょっとね、まあ、古さを感じたりあるいはちょっと威圧感を感じたりするかもしれませんね。 そういう意味ではやっぱり色が使われていた方が手に取ってもらいやすい。そしてそれをレジカウンターに持ってってお会計してもらいやすい。つまり売れやすいということです。で考えたらやっぱりね、 ちょっと黒一色の絵たご帳が今後発売される可能性は低いんじゃないかなと僕は思っています。で、先ほどお伝えした通り、このね、赤のセルシート。これがまだ受験生とか大人の英語学習者の間でよく使われているものだと思うんですよ。で、考えると、まあ、僕の予想では赤と黒の配色っていうのは今後も続く可能性大なんじゃないかなと思います。え出版社の作る基準というのはあくまで売れるかどうかが基準なのでえ、本当に記憶力にどれだけ影響があるかってことはあんま関係ないと思うんですよね。もちろん僕らが。 えそれを分かった上で黒い単語帳を要望してで黒だけで書かれた単語帳を買うってなってそれが売り上げが上がったら出版社の方もその黒の英単語帳をバーッて作ってくる可能性はあると思うんですが、まあ、おそらくこの研究結果知ってる方もそんな多くないですしえ僕ら英語学習者もついついカラフルな方が見やすいんじゃないかって思って手に取って買っちゃうと思うんですよ。だからそういう意味ではやっぱりねこの機能的という点で言ってもやっぱこの赤のセルシートに合わせるっていうのはねいいんじゃないかなと思うので まあ、あくまで記憶力だけで考えたら黒一色ですが、えー、機能的に考えた場合学習のやりやすさで言ったらやっぱり赤なのかなっていう気はしますね。で今回の研究結果でもあったんですが赤は目ががチチカチカししてて見づららいいいっっう声が結構あったらしいんですねで実際僕が今まで見てきた生徒さんたちでもあの大人の方でも赤が見づらいともう本当に見てるのが辛くなっちゃって英単語帳を閉じちゃうっていう方も結構多かったですでそういう方々がやっている工夫というのがありましてそれがこちらですね コンビニで白黒コピーすれば OK ということです。まあ、自分が今やっている範囲の部分のページをコンビニに行って白黒コピーしてで、そうすれば赤い文字もちょっと薄めの黒になるだけなので、まあ、それで見やすくなるという声があります。まあ、ちょっと一と手間かかるんですが、そうすることによってね、目のチカチカが抑えられて、で、英単語学習に向かう気力が湧いてきたっていう声を何度か聞いたことありますので、まあ、よかったらお試しくださいで。今回ですね、この結果を受けて僕今ちょうど自分がやっているこの本、 ね、日本語のように話せるキレッキレ英語この本の配色を見てみたんですよそしたらですねここね赤じゃないんですよね、まあ、これ僕レビュー動画作ってるのですでにね見てると思いますがこんな感じになっていて結構黒が多いんですね。 見出し語のこの日本語訳は黒ですしあと例文のこの部分ですねここも黒です、まあ、ここだけ色違いますけどもこの緑の色ですね、まあ、緑はね赤に比べたら目がチカチカしづらいんじゃないかなと思いますであとここら辺も基本的には全部黒ベースで書かれていますで僕の場合だとこれを瞬間演作文で仕上げてますので、まあ、この日本語訳を見ながら英文に変えていくっていう方法をとっているので、まあ、ここの色はあんま僕にとっては関係ないんですよねで考えたら結構これいいじゃんと思って この見出し語の部分が黒文字で太文字になっているだけなので一応記憶力という点で言うとこれいいんだなってことが分かりました。で、まあ、ちょっとね、あのー、自分が使っているテキストこれいいじゃんって思いましたね。はい、よかったらこれねあの別の動画で、えー、詳しく1時間ぐらいかけてレビューしてますのでチェックしてみてください。はい、ということでね、えー、今回は 英単語の暗記の効果が文字の色で変わるということで、え驚きの研究結果をご紹介しましたえ。今お伝えしたのはほんの一部ですので、まあ、各色の効果なんかね、細かいところも載ってたりとか、あとその実験の内容がどういうものだったのかっていうのはね、詳しく知りたい場合は、ぜひ、この引用元の大阪教育附属大学の天王寺中学校自由研究の内容をチェックしてみてください。この動画の下の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、では以上です。Thank you for watching!See you later!